でもそうだな、コアぐらいは全然気づいてないっていうか、物心ついて多分小学校入るぐらいから自分の親の職業っていうのに気づき始めて、小学校の間は特に自分の親が芸能界の人だからっていう感じはノアも含めあんまりなかったです。別に親だからみたいな感じ。でもやっぱりその思春期に入った時に抵抗っていうか、一瞬そういうなんか友達との関係性だったりとか、その私の子供っていうような見方をされちゃうことがよく感じなかったりとかっていう時期はありました。そういう時は私もすごい悩んだんですけど、